じゃあ今日もお願いします。よろしくお願いします。101回目ということで、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。じゃあ、まあ、やることはいつもと一緒なんですけど、はい、一応スケールまた新しいやつなのでそれを確認をして、はい、でエチュードもいつものやつを確認するのと、あと新しいやつの不要のところを、確認します。はい、で、午前中とあと後半の1回前半がそれになるかな。で、ありがとうが一応今日まで、はい、なんとなく不読みをしようって話だったので、私で他のパート持ってきてるから、それでちょっと2人でアンサンブルやって、ありがとうをおしまいにすると、はい、で、小林パールのやつとかもし持ってきててなんかわからないことがあったら後で最後質問を受け付けるってことでいいかな。はい、はい、お願いします。ワン、ツー、スリして、切れ目の音を自分でよく聞いてみてください。タラッタッタってやった時にタラッツッツッってこう音じゃない場合っていうのがすごく多いから、あと口が動いちゃってる感じがあるので、そこをちょっと知り
あの練習曲がスタッカートの場所がね、スタッカートの発音の場所があったりとかするので、それと関連付けて練習するといいと思います。はい、で、あと一個一番今回大きい課題は、音を下げるときに口で下げちゃうっていうのね。うん、あれはあの別の譜面を書いておいたので、それでちょっとゆっくり練習をして、うん、あの癖にならないというかね、うん、その練習をしっかりやっておきましょう。はい、録音して聞いてみるのが一番いいと思います。はい、うん、で、やってみてください。で、ありがとうは、あの101回記念ということで、うん、まあ大事にしてください。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。